食べれるお薬、美味しい？薬を飲んでいます。いや待て待て、見事に薬だけ残っとる。食べて食べてみんな、食べる食べる、うん、もう一回食べる、いいよ、さあさあ、かみかみして食べる、さあ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 、ジャズジャズジャズ、食べて食べて、君とこに食べて食べて、はいどうぞ、なんかもらえると思っとるやろ。飲ませ方のお手本があって助かりました。本題になりますが、膀胱炎でなりました。先日お散歩の後半、数滴のマーキングに血が混ざっていそうな尿を見つけました。すぐに病院に連絡し検査をしてもらったところ、膀胱炎ということが発覚しました。細菌感染や他の臓器からの影響はなく、我慢しちゃったかなということでした。えら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 、はい上手上手、お疲れ様。ちょっとミントちゃん1週間頑張ろう。先日は大雨でトイレの回数が減っていたのではという見解でした。数日休みを取り様子を見ていましたが、食欲もあり運動量も変わりなく、たまたま発見できなかったら気づけなかったくらい、ピンちゃんはゲロッとしていました。その後1日目は同じような尿が出て、2日目からは薬の影響か血が混ざっている様子はありませんでした。処方された薬を飲み続け、後日再検査をしたところ、無事血の反応もなくなり、正常の状態の検査結果になっていました。まだしばらくは薬を飲み続けることになりますが、何もなければこれで大丈夫とのことです。なんだこれは、なんだこれは。今回飼い主が少し寝入ってしまったことと療養に専念していたため、動画の方は少しお休みさせていただいておりました。トイレ、みんちゃんは普段見ていないタイミングでトイレを済ませることが多いです。トイレの場所は間違えることなく認識してくれていますが、わからんね、首をかしげております。外ではできるんでね。あ、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 あるんだな、似たやつ。ちょよりにもよって、ちょっとよりにもよって包帯で遊ぶなって。そっちで遊んどったやろ、みんな。雑な渡し方やな。なんか雑なんだよな。ちょっと雑なんじゃないミント、これ。こっちこっち持ってきて持ってきて。ところで、またですか。初めて犬友達と遊びに行った動画やドタバタな日常など、まだ控えている動画も今後お楽しみにしていただけたら幸いです。ご心配ご迷惑をおかけいたしました。社長やん。当然ですって。